日本の中でここでしかできないものが作っていけるというのが大切。川崎フロンターレや名古屋グランパスで監督を務め、2016年には天皇杯準優勝、これまで指導してきた全チームで得点王を生み出すなど魅力的なサッカーを築いてきた元日本代表風間八宏さん、地元静岡で新たな一歩を踏み出しました。それはサッカーのスペシャルトレーニング、通称スペトレ。年齢関係なく同じグラウンドで技術を磨かせるスペトレは過去に清水で展開。当時清水東高校でプレーしていた内田篤人選手も経験するなど、プロ選手を何人も輩出したスペトレを今度は全国へと展開していきます。この日は中学生15人と日本女子サッカーリーグに所属する静岡 SSU アスレジーナの選手5人が参加しました。年齢関係なく、それからもっと言うとその違うのは組織も関係なくつながる。でその中で自分たちの力を上げていく。サッカーで大事な考える知恵がつく、あるいはついてほしいということですね。男子も関係ない、女子も関係ない、それから子どももプロも関係ない。何かといえば技術って必ず伸びるから、そこのところを突き詰めていって驚きのある選手に一人でも多く会いたいなというのが僕の考え方です。2019年に J リーグの監督を退き、今年から心機一転育成への道を歩むことを決めた風間さん。この日も気温30度を超えるグラウンドに声が響き渡りました。おい離れたな、ここわかる、どこまでこだわかる、離れてる、そう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 、もっともっとそっから早く、そっから早く、離れてる離れてる、離さない、あのぐらい止めろ止めろ、そこ止める、止まってないな、止まってね、運べてねえぞ。指導中繰り返していたのはボールを止める、蹴る、運ぶという言葉。プロアマチュア問わず選手たちに求め続けている風間さんの代名詞です。1ミリも狂いがなく自分のところにボールが置ける、例えばね、ってこだわれる人と、やっぱり1メートル先に置ける人では全然違うんで、そのぐらいこだわってやっていく、こだわりが僕の中では技術ですね。どんな選手でも完璧な人はいないです、世界中に。でもそれは完璧をどこまで求めていくかによってやっぱりその選手のランクが決まってくる、あるいは周りを驚かせるものが違ってくる。必死に練習に励む選手たちは、何回も繰り返し細かいところまで行ってくれるんで、すごく伝わりやすく、その教えてくれて、世界でやるにはちょっと技術とかが必要だと思うので頑張りたいと思います。止める蹴るを教わったんですけど、やっぱ基本だけど難しいけど一番大事でかなと思います。今後は選手だけでなく指導者も育てたいと話す風間さん。スペトレをきっかけにサッカー界に新たな風を送り込みます。やっぱり清水で作ったものはあの時のもの、それからやり方も全く違いますし、常に変化をしていかなければそれはスペトレにならないですし、もちろんスペシャルの選手も出てきてほしい。でも一番スペシャルはやっぱ指導者がスペシャルじゃなきゃいけないと思ってるんで、そこのところを追求していく。スペシャルな選手発掘へ、風間八宏の新たな挑戦が始まりました。静岡は宝の山だというふうに思ってます。もっと面白い仕組み、もっと面白いシステム、もっと面白いトレーニング、そういうものをどんどん作っていきたいなというふうに思っています。